日テレ、24時間テレビから、スノーマンが外れて、なにわ男子に決まった、納得の理由。今年の日本テレビ系、24時間テレビ46、8月26から27日放送の、メインパーソナリティを、ジャニーズのアイドルグループ、なにわ男子が務めることに決まり、ファンが、今もざわついている。男子といえば、年月に、初ラブで、 CD デビューし、その翌年に NHK 紅白歌合戦に初出場した。デビュー組の中では平均年齢23歳と最も若いながらも人気も花も実力もあるグループ。しかし、これまで24時間テレビのパーソナリティを務めてきた先輩グループはいずれも日テレでレギュラー番組を持つなどの接点があった上での抜擢が多かったため、ネットでは わかりやすいよね。ジュリーさんのお気に入りが、何は男子だからね。日テレと良い関係を築いていた。金プリがなくなるから、その後釜として、何は男子を入れたいという事務所の魂胆が見え見えすぎる。